スクールニューディールとは日本政府が平成21年4月に取りまとめた経済危機対策において文教市場分野において提唱された構想。スクールニューディール構想等の推進が地域経済への波及効果をもたらし地域の活性化にも資することが期待され21世紀の学校にふさわしい教育環境の抜本的充実を 図ることを目的に施行が決定され、この決定に基づき、学校耐震化の早期推進、学校への太陽光発電の導入をはじめとした、エコ回収、ICT 環境の整備等を一体的に推進することとなった。平成21年度補正予算においては、スクールニューディール構想を実現するために、国庫補助で要な予算として、約4900億円が計上され、 これを受けて、すべての地方公共団体が、学校耐震化、エコ化、ICT 化に取り組むように、文部科学省から各都道府県の教育庁、政令指定都市の教育委員会事務局に、文書で通達が行われた。平成21年度補正予算は、地方公共団体の財政事情に配慮し、従来の国庫補助に加え、 地方向けの臨時交付金が盛り込まれており、地方公共団体の負担が大幅に軽減されている特徴があった。しかしながら、通達時期が自治体の予算化から執行までの過程で必要とする日程に対し、厳しいタイミングでの通達となり、さらに文部科学省から直接文書通達を受けられない市町村の教育委員会事務局ではさらに情報、通達が遅れたため、 スクールニューディール構想への参加を見送る自治体も参見された。これに対し、文部科学省側も各教育委員会を訪問したり、二次募集を行うなど、懸命の努力を重ねて対応した。一部には、独自予算で前年度に整備が完了している、または独自の整備計画があり、スクールニューディール構想への参加を見送った自治体もある。また、 自治体自体の当年度予算が厳しく予算を組めない自治体もあった結果として ICT 化に絞り比較すると独自整備またはスクールニューディール構想へ参加し ICT 化を進めた自治体と ICT 化が進まない自治体との間で教員の活動や子どもの学習にどのような影響があるのか課題を残しているスクールニューディール構想の推進に関する お願いについて、ありがとうございます。